ようこそ、みんなのしくじり都市図鑑へ。今回は、かつて温泉で栄え日本三大名泉にも名を連ねる、三重県津市、榊原温泉の衰退と、廃墟化した理由について解説していくぞ。榊原温泉って聞いたことがあるけど、そんなに廃れてしまっているの？実はそうなんだよ。それじゃあ一緒に見ていきましょう。まずは榊原温泉の概要について解説してくぜ。榊原温泉はその名の通り、三重県津市榊原町にある温泉街で、かつてこの土地が伊勢国と呼ばれていた時代から流出していた温泉なんだ。へぇ、すごい昔からあった温泉なのね。別名、七栗の湯といって、平安時代、あの清少納言によって執筆された随筆、枕草子の第117段には、湯は七栗の湯、有馬の湯、玉造の湯と記され、絶賛され、三大名泉に数えられるほどの温泉だったんだよ。そんな有名な人が絶賛してるなんて、すごいじゃない。ところで、七栗の湯ってどういう意味なの？ああ、それは大昔、ここが七栗村と呼ばれていたのさ。ちなみに榊原温泉の由来としては、この一帯に、榊という木が多く自生していて、その榊が神宮の祭祀に使われていたことから、榊ヶ原と呼ばれるようになり、地名も榊原になったと言われているんだ。やっぱり地名って面白いわね。他にも、戦国武将の三木忠市長の後醍醐都市長がこの土地に住み、榊原を名乗ったのが、榊原氏の起源にもなっているらしい。地名を自分のせいにしちゃったのね。ちなみに榊原温泉は、恋の湯治場として、都では温泉の代名詞となっていたらしいぞ。恋の湯治場？簡単に言うと恋の病を癒す温泉って感じだな。何それ、温泉が恋の聖地って面白いわね。数しなる、七栗の湯も、君がため、恋し山津と、聞けば物牛や、世の人の、恋の病の、薬とや、七栗の湯の、湧き返る乱といった和歌が、鎌倉時代から室町時代にかけて読まれ、その影響で恋の湯治場として有名になったんだろう。その頃の作家は今で言う、インフルエンサーだったのねー。でもこの和歌ってどういう意味なの？和氏とは三重県のことで、七栗の湯はあなたのためにある。恋しくてたまらないと聞くと私は苦しくて仕方ない。といった恋する女の心情を歌っている。なんだか少女漫画みたいな世界観ね。まあな、その後の歌で恋の病の薬として、七栗の湯が湧いていると、表現するほど有名なスポットだったんだろう。それで、枕草子の聖地巡礼って感じで人が来てたのかしらね。そうかもしれないな。まあそれから何百年もの間、疲れた心と体を癒す温泉として、人々に愛されているわけだ。なるほどね。でも、そもそも論道してこの土地に温泉が湧いてくるのかしら？ああ、それは今からおよそ1500から2000万年前、新生代第3紀層に起こった地殻変動によって地質の変化が起きたんだよ。そんなに昔？それに伴い現在の海石山の麓に並行して存在している榊原断層が、温泉流出の断層だと考えられているぜ。そんな昔の地質変動によって温泉が湧くようになったのね。地球って不思議だわ。じゃあ古代の人たちも温泉に入ってたってこと？そうかもしれないな。暖かく感じる不思議な水が地中から湧き出てくるんだ。そのことからここに神の存在を見出していたんだぜ。神？まあでも当時の人たちからすれば、そのくらいありがたい存在よね。そうだな。まあ榊原温泉といえば、八百万の神々の中心に位置し、太陽にも例えられる神様、アマテラス大神を祀った日本国民の総氏神。あの伊勢神宮の近くに位置しているからな。神宮参拝には欠かせない、湯守の温泉というわけだ。湯守って何？人々は伊勢神宮に参拝するとき今のように手水宿で簡易的に、手や口だけすすぐのではなく、水の中に入ることでみそぎを行っていたんだ。参拝前に水の中に入るって、伊勢神宮はとても神聖な場所だったのね。そうだぞ、そもそも湯守とは、湯あかりと書く、みそぎのとき、それが湯なら、湯あかり、冷水なら、水掘り、海なら、潮掘りというわけだ。身を清めるという理由はもちろん、おそらく旅のご褒美という側面もあったのかもな。まあ私もたまに自分へのご褒美で温泉に入りに行ったりするわね。文字が一般的じゃない時代、七栗の湯や、榊ヶ原、宮の湯など、榊原温泉を指す表現がいくつもあったということは多くの人たちがそれだけ口伝えした、という証だからな。確かにね。ちなみにこの、宮の湯というのは、地元での呼び方らしく、宮の湯で湯掘りをして神宮に向かったと伝えられているぞ。以降、榊原温泉は、湯掘りの温泉として、温泉の神、大名村の御事と宿儺彦名の御事を祀るために、近くの海石山の麓に井山神社を作り大切にされてきたんだ。ちなみに道を挟んで向かい側の手洗い場、長明水は、伊勢神宮の祭礼にはこの水に浸した榊の枝を、献納する習わしがあったと言われている。神話の世界ね。後に縁起式神明帳に記録され、式内社となっているぞ。
それってどういうものなの？延長5年、つまり927年にまとめられた、延喜式の勧句術のことで、全国の神社の一覧みたいなものだな。つまり公式に認められた？的なことかしら。まあ、そういうことだ。それで、そこから榊原温泉は栄えていくの？ああ、先の、宮の湯に大きな変化があったのは、天正16年、1558年のことで、榊原温泉にも湯の神を祀る、井山神社を一角に入れた大きな湯治場ができたんだな。湯治場の中身神社ってすごいわね。神社境内から湧く、宮の湯を使った湯治場は、当時の図面を見ると100からなる客室が並ぶ、大規模なものだったんだぜ。神とか風呂とかなんだか某アニメ作品みたいね。神隠しが起きるかどうかはわからんが。いやそれ言ってるようなもんよ。今のところ衰退する気配は感じないけどね。そうだな。そして榊原温泉が本格的に発展したのは、時代が少し飛んで戦後、高度経済成長期の頃なんだ。あ、そんな時代が飛ぶのね。戦後の高度経済成長期消費者の欲望は商品を買い揃えるだけでは満ち足りず、デザインや時間、体験などを対象とするある種高度な内容になっていったんだ。物の豊かさから心の豊かさにシフトしていったってわけね。そういうことだ。そんな背景もあり、全国的には旅行に行く人が増える中、温泉というのはメジャーな旅行先の一つだったんだ。それはそうよね。ディズニーランドとか USJ とかない時代だもん。旅行と聞いてその辺が出てくるんだな。だって家族旅行とか修学旅行といえばじゃない？まあ当時は今のように旅行の行き先も選択肢が多いわけじゃなかったんだろう。そんな温泉トレンドにより、榊原温泉も随分と発展したようだ。それに80年代後半はバブル景気ってやつだったんでしょ。そうだな。私たちの知らない日本がイケイケだった時代ね。今とは違い、国内宿泊観光旅行者も旅行1回の平均費用も、倍以上だったんだ。すご。その分旅行客がお金を落として売り上げも上がり、温泉も儲かっていくというわけだな。なるほどね。そりゃ今とは比べ物にならないくらい、榊原温泉もたくさんの旅館が立ち並ぶ活気ある街だったんだろう。ところが、バブルが崩壊すると、温泉は一気に衰退へと向かっていくことになる。その理由について、温泉旅館の人は、社員旅行が減ったからだよ、と言っているらしい。社員旅行が減ると温泉が衰退するの？昭和の時代には社員旅行が盛んだったんだ。会社の従業員が団体でまとめて温泉に行くんだ。それはかなりの売り上げだったんだろう。まあそれはそうよね。しかもそれが結構の数の会社で行われていたんだ。それが景気の悪化に伴って減少していくのは当たり前といえば当たり前だ。まあ会社が赤字だったりピンチな時に社員旅行に行こう、なんて、なかなかならないわよね。そうだな。団体のお客さんが一気に減るんだ。そりゃ温泉旅館も苦しくなる。GoTo トラベルキャンペーンとかなかったのかしら。それは、令和の時代の話だぞ、霊夢。さらに追い打ちをかけるように、個人旅行のトレンドも変化したんだな。そうなの？さっき自分で言ってたじゃないか、ディズニーとか USJ とかって。あ、そうだったわね。時代が進むにつれ温泉以外にも旅行先の選択肢が増えたというわけだ。そりゃ旅行客も分散しちゃうわよね。もちろん全国の温泉旅館がそうというわけではないんだが、やはり決定的だったのが、バブル崩壊によって会社だけではなく個人の消費も落ち込んだからな。それに榊原温泉に関しては周辺を歩いてみたらわかるが、他の温泉地のようにグルメ食べ歩きや、その他の観光スポットが充実していないしな。街自体に活気がないのね。バブル崩壊とともに経済が破綻してどんどん旅館が潰れていったんだ。まあ負の連鎖ではあるが仕方ないことでもあるよな。結果的に大きな資本を持っている旅館だけが、残ったという感じだろうな。それで、現状榊原温泉はどんな状況なの？街中を歩いている人もほとんどなく、まあ一言で言えば、閑散とした雰囲気だ。お土産を売っている店どころかコンビニすらないな。まあ人がいないからね。行ったところで他に行く場所もない、まさに温泉一択の状況だ。旅行って言っても泊まりじゃなくて、日帰りで温泉旅行みたいな感じでさっと行くことだってできるでしょ。公共交通機関使って気軽にさ。あ、ちなみに最寄りは近鉄大阪線榊原温泉口という駅だが、名古屋からなら電車で1時間半程度は見といた方がいいな。さらに温泉があるエリアからは約5キロ離れているんだ。それは最寄りとは言わないわよ。しかもバスもほとんどなく、旅館の送迎バスが少しあるくらいだぜ。近鉄名古屋線被災駅からなら、バスが30分間隔であるが電車1本では行けないな。公共交通機関で行くのはなかなか難しそうだぜ。諦めて車で行くしかなさそうだな。それはなかなか旅行先には選びにくいわ。まあそんな背景もあり、旅行客が少なくなって廃業に追い込まれた旅館も多く、撤去もされず建物だけ残った上に、老朽化が進み、廃墟と化している建物が多数存在する街、という現状に至ったわけだ。
なんだか寂しいわねー。ああ、それと平安時代に地下から自噴して湧き出ていたであろう温泉は、今は地下からポンプアップすることで維持しているという状況のようだな。なるほどねー。もちろん今だって廃業せずに営業を続けている旅館だってあるぞ。七つのお風呂と自家源泉崖長島の身の湯が魅力の、マロキの湯の宿、湯本榊原館や、清少納言の名を冠した宿、旅館、清少納言などが有名だな。そうだったのねー。私はてっきり、失礼だぞ。でも温泉それ自体は素晴らしいのよね。もちろんだ。なんだかこのまま終わっちゃうのもあれだし、榊原温泉の魅力についても教えてよ。それもそうだな。ここからは榊原温泉の特徴とその魅力についても解説していこう。よろしくお願いします。まず大きな特徴としてはやはり美肌効果だな。美肌効果、いいじゃない。画前関心が出てきたわ。榊原温泉はアルカリ性単純温泉で、温泉成分に含まれる重曹成分が古くなった皮膚の角質を崩れやすくするんだ。ふむふむ。そのことから美肌の湯としても有名なんだ。肌がツルツルになりそうね。そうだな。今回の最初に清少納言が書き残した枕の草子に榊原温泉のことが書かれているということに触れたのを覚えているか。もちろん覚えているわ。湯は七栗の湯でしょ。そうだ。清少納言の生きた平安時代では白く美しい肌を持つのが美女の条件でもあったんだ。確かに歴史の教科書なんかに出てくる平安の女性は、みんな真っ白な顔してるわよね。そんな時代に、湯は七栗の湯と書き残すほどだ。よほどの美肌効果があるとは思わないか？確かに。そんな平安時代の女性たちを魅了した温泉とは一体どんな湯なのか。ここで初めて榊原温泉に入った方のコメントを紹介するぞ。温泉にすっと手を入れてみた。全く角のないまろやかな湯だ。だが、石鹸のように肌につるりとした膜ができたように感じる。さらに時間が経つと、そのまろみに層ができて体を包み込んでくる。こっちまで入ってる気分になるわね。というか行ってみたくなっちゃった。さらに榊原温泉の効果をいくつか紹介すると、まず、予防医学という側面があるな。温泉といえばって感じね。榊原温泉の湯治によって、リラックスの神経でもある、副交感神経を刺激することで、血圧を下げたり、アンチエイジングも期待できるな。それいいわね。美肌系関係に食いつくな。同じアンチエイジングでも頬の水分量を増やすことができる温泉は、山口県の俵山温泉、大分県の長湯温泉、そして三重県の榊原温泉のみと言われているんだぜ。え、普通にすごいわね。しかも還元作用に優れた泉質で新陳代謝を促進し、皮膚細胞を活性化させることで健康な肌の状態にもなるぞ。最強じゃない。もっと最強なのが、還元力だな。紫外線の活性酸素から皮膚が酸化され、シミやシワを防ぐんだ。いいことしかないわね。私今騙されてる？安心しろ、これらの効果はモニターによって証明されている。あと、抗酸化力によって老化や生活習慣病の原因とされる、活性酸素が入浴後には減少傾向にあるんだよ。なんだか今の私には榊原温泉に行くことが必要なことのように思えてきたわ。そして今の霊夢に必要な、体質改善の効果もあるんだな。やっぱり榊原温泉、最強だわ。どうだ、少しは三重県に行きたくなったか？行きたくなったというか、行くのが確定した感じね。それは良かった。あと榊原温泉のシンボルといえば糸桜だな。糸桜？別名、しだれ桜と呼ばれ、枝先が柔らかく垂れ下がって、一面に小ぶりな花を数多くつけていく花の咲き方をする桜だな。あれ、夜とかすごい幻想的なのよねー。そして糸桜といえば、榊原温泉上湯館の前にある、しだれ桜が有名なんだ。湯本榊原館の女将前田敦子さんの話では、江戸時代に湯治場として栄えていた頃から、井山神社と共に旅人を見守っていたシンボル的な木だったらしいぞ。そんな昔からあるのねー。いや、実は今あるのは二代目なんだそうだ。あ、二代目なのね。かつてあった糸桜は、立派な古木で、松尾芭蕉学を残るほどだったらしいが、明治の終わりに伐採されてしまい、その際に取り木をして大きくなった、二代目が、ここに根を張っているんだな。一体どんな姿をしているのかしら。気になるなら足を運んでみるといい。それでも樹齢は推定100年以上と言われているくらいだ。一見の価値はあるはずだぞ。さて、というわけで榊原温泉の魅力も少しは伝わったかな？バッチリだわ。私なんか次の旅行は榊原温泉にしようとしてるくらいだもの。恐ろしく影響されやすいんだな。でもどうやって過ごすつもりなんだ？そんなの行き当たりばったりよ。そんなことだろうと思ったぜ。そんな霊夢のために榊原温泉の魅力を最大限味わえる、おすすめの旅行プランも合わせて紹介しておくぞ。お、いいじゃない。
まずは朝一発目に、伊勢神宮へ行くぜ。あ、そっか伊勢神宮が近いんだったわね。周辺の温泉旅館から車で60分だな。いきなり遠いわ。日本の総氏神様を祀る伊勢神宮では古来からお伊勢参りは下宮から、という習わしに従い、まずは下宮にお参りするぞ。そんな習わしがあるんだ、知らなかった。下宮には衣食住をはじめ、あらゆる産業の守り神と養家大御神が祀られているんだ。そして下宮の次は皇室のご祖先の神山テラス大御神が祀られている内宮にお参りだ。そう言われるとなんだか緊張するわね。正解と俗界との架け橋と言われている、伊豆津川に架けられた、全長 101.8 メートル純日本風木造の宇治橋を渡ると気持ちも引き締まるぞ。ますます緊張するわよ。参拝が終わったら宇治橋から伊豆津川に沿って続く。お祓い町や門前町にある、おかげ横丁をゆっくりと散策するのがいいだろう。それはどんな場所なの？城下風のお土産屋さんが立ち並ぶ風情ある通りになっているぞ。なんだかタイムスリップしたみたいね。名物の赤福や伊勢うどんもおすすめだ。お昼も食べて、ぶらり散歩しながらどこかでお茶した後は、車で旅館に移動してチェックインだな。車で60分なんでしょ。他に観光スポットはないの？もちろん伊勢神宮だけじゃなく、他にも色々回ってみたい方に、おすすめのスポットもあるぜ。それそれ、それを教えてよ。アートに関心のある人なら、ルーブル彫刻美術館がおすすめだぞ。いや、何言ってるのよ。いきなりフランス行っちゃってるじゃない。ここは三重県よ。いや、実は榊原温泉にある、ルーブル彫刻美術館は、ルーブル美術館にある彫刻作品の型を取って、復刻させた作品約1300点を鑑賞できるんだ。本物さながらの彫刻作品をフランスまで行かず、日本にいながら鑑賞できるんだぜ。そう言われてみると、行かなきゃもったいない気も。他にもスポーツ好きなら、榊原温泉ゴルフクラブがおすすめだ。伊勢湾を望むことができる心地の良いゴルフ場で、ゴルフ初心者専用の練習場もありビギナーも安心して楽しめるぞ。旅行を機にチャレンジする人もいそうね。他にも砂風呂に浸かることができる、サンドセラピー沢なんかもあるな。砂塩風呂や砂利風呂などの中から好みによって選べ、専門のスタッフが体に砂をかけてくれて、リラックスできるんだぜ。行く？私ここ絶対行くわ。という感じで、伊勢神宮でゆっくり過ごすもよし、移動して楽しむもよしだ。何よ、意外と観光スポットあるじゃない。さあ、というわけで旅館に到着したら、落ち着いた温泉情緒あふれる客室で榊原の山々を眺めながら、ゆっくりとくつろいで、その後はお待ちかねの夕食だ。榊原温泉の旅館ではどんなものを食べられるの？どの旅館も、丁寧に一手間も二手間もかけて、調理された目と舌で楽しめる、その季節ならではの料理が盛りだくさんだ。なんだかお腹が空いてきたわ。夕食が終われば温泉卓球なんかして、腹ごなしもいいな。ベタねえ、でも温泉卓球、地味にやったことないわ。一人だとできないしな。ちゃんと友達と行くわよ。旅の気分も盛り上がって、いい汗かいたらいよいよ温泉に入り、旅の疲れを癒して、明日の観光に備えて就寝する。翌朝は朝食をゆっくり食べて、その後は売店でお土産を選んだりしてチェックアウトだぞ。なんとなく旅行のイメージがついたわ。楽しむところがないと思ってたけど、意外といろいろあるのね。さて、というわけで今回は、榊原温泉の衰退と廃墟化の理由、といった感じで解説してきたけど、どうだったかな？まあでも、今は廃墟ばかりで、栄えていた時代に比べて寂しい状況で、温泉の近くにはコンビニも、お土産物屋さんもないし、人も歩いてないし、伊勢神宮までは車で60分かもしれないけどさ。むしろ現代は何かと揃いすぎてるというか、何でもありすぎて、物に囲まれて生きるのが普通になっちゃったから、一周回って大事というか貴重な気がしたわ。皆さんは何か印象に残っている話題とかあったかな？あったらコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは、衰退してしまった都市を、わかりやすくまとめていきます。皆さんの、チャンネル登録高評価が励みになります。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。